第6節の最後に勝利が遠ざかっているペトロチ。気がつけば順位は10位、最下位との勝ち点差は3と残留争い真っ只中。今節の相手は第8節で完敗を喫したヒーローシティ。3試合ぶりのホームゲームとなる今節、サポーターに勝利を届けられるか。雨が降りしきる芸春スタジアム、エトルシー対ヒーローシティのカオスリーグ13節。試合の主導権はアウェイチーム。前半3分、ヒーローシティはアレルのクロスは弾かれますが、ルーズボールからトドロキショート。今度は22分、再び左サイドから攻撃を仕掛け、アレルのクロスからコナン。立て続けにシュートを浴びたエドルシー、このピンチは守護神トニーザタイガーのファインセーブに助けられます。この難しいボールによく触りました。攻勢を強めるヒーローシティ、味を占めたアレルのクロスからチャンスメイク。耐え続けていたエトは37分、リドリーの落としをファルコンがつないで宇佐丸へ。左足のクロスに合わせたのはトタケフ。なんと先制点はエトルシー。相手の守備陣形が崩れた一瞬の隙を見逃さず、ウサケキコンビでゴールを奪います。これ今気になっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、もらい方良かったですよね。思わぬ形でビハインドを背負ったヒーローシティ。トドロキショート、バフオーカスキ、エドガーコナンの3人でチャンスを作りますが、バフオーのシュートはトニーザタイガーが超反応。左手一本のビッグセーブを見せ、これを防ぎます。するとその1分後、リドリーからボールを受けた宇佐丸、クライフターンでチェックを剥がし、ラストパスからキャンチョメ。カウンターから連続ゴールを奪ったエトルシー、自分たちのスタイルが見事にはまり、2点のリードで前半を折り返します。2点を追いかける展開となったヒーローシティは後半開始早々、トドロキショートのフライパスに抜け出したのは新加入ロイド・ホージャー。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。見事なボレーシュートを放ちますが、またもトニーの壁に阻まれます。その攻撃で得たコーナーキック、トドロキからエヴァンゲリオン・ジュニオール、最後はキャプテン・ファルコンが流し込んでゴール。ようやく1点を返し、反撃の能手を上げます。同点ゴールを目指すヒーローシティ、こちらも新加入かまど炭治郎、鋭いドリブル突破へ敵陣に侵入し、カットインからシュートを放ちますが、またまたトニーザタイガー。何度も立ちはだかるトニーのビッグセーブに苦しみ、同点とはなりません。その後、ファルコとリドリー以外の全員が自陣に引いたエトルシー、隙あらばもう1点というスタンスのもと、時折鋭いカウンターからヒーローシティゴールを脅かします。最後まで同点ゴールを目指すヒーローシティ、しかし強固な守備ブロックを敷くエトの守りを崩せず、このまま試合終了。エトルシーは実に7試合ぶりの勝ち点3、勝利を待ちわびたサポーターにようやく今シーズン3勝目をプレゼントしました。